してます。でかいのですかね。あ、すいません、あ、取材中です。ごめんなさい、取材終わりました。この東洋タイヤさんの番組に出させてもらう3回目なんですけど、今なんか嫌な匂いがプンプンしてますよ。いやいや嫌ですよ、二十何時間かけて来て。あ、そうだ、どうした。いや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 、腹立つな、なんか。あ、こっちミラノの時間やった。聞き飽きた。ちょっと待って、待って、基本バカにしてきてますよ。過去2回東洋タイヤの番組に出演し、数々のミッションをクリアしてきた純一ダビッドさん。今回の企画は、すごい山根先生を愛してらっしゃる、はい、ということをお聞きしてまして、はい、まあ、せっかくですから、はい、その取材をさせてもらえればなと。ああ、全然全然、ああ、そういうことだったら全然いくらでも喋りますよ。やっぱアメ車への憧れっていうのはずっとあったんで。でも愛車ですよ、ね、偽物じゃなくて本物のアリですか。いやいや、ホンダの偽物やから、愛が偽物とかないから。そんなリンクないから。じゃあ早速ですけども、シモレー我々で一番の見どころというか顔になるところって何ですか。顔、僕はやっぱりこの横のシルエットがかっこいいかなと思いますね。横のシルエット全部いいんですけどね。横のシルエットもいいですし、このテールもこう平べったくて、こうなんかこうアメ車っぽいっていうか、昔はね。まあ、これランプが可愛いでしょ。でも実はこれまだ完成じゃなくて、はい、この後ここにシボレーのモールをつけるんですよ。あ、今から。はい、それつけたらもうほぼほぼこの車は完成。あとはやっぱりこだわり、最近このやっぱりこのトヨタイヤさんの一番最新のタイヤ、プロクセススポートタイヤ、通常このレッドリボン入ってないんですよ。これを入れてくれませんかって言ってお願いして、まあ一番気に入ってるところですよね。でやっぱこういうレッドライン、まあいわゆるレッドリボンのタイヤにはラリーホイールが合うということで、ホイールも変えまして。ミランとか意識したんですか。そうそうそう、あのミランのユニフォームも赤黒のツートンなんでね、うん、ロストネロですよ。ありがとうございます。サッカーに叩きに行くから。いやいや、振ってくるから。他はどこありますか。エンジンルームを見ていただくと分かるんですけど、52年前の車とは思えないほど綺麗でしょ。本当ですね、はい、むちゃむちゃピカピカですね。そうなんですよ。これサッカー場でいうと、こっちは右サイド、向こうがゴールキーパーみたいな。これが本田選手ですね、うん、でこのやっぱり一番大事なところ、これ岡崎選手。あ、なるほど、はい、なるほど。でやっぱここの運転席にいる俺、はい、ハリルホジッチですね。じゃ何の話出してるんですかこれ。やっぱりその魅力っていうのはやっぱり発信していった方がいいんじゃないですか。いや、もちろんもちろん発信したいです。ノスタルジックヒーロー、おー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 おお、出しがあるんですよ。知ってる知ってる。ご存知ですか。これに何出してくれって言いに行くってこと。え、言ってみないと分かんないんですけど。え、アポ取ってないんですか。アポ取ってないんですよ。え、いきなり行くんですか。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。ただちょっと、はい、ただ単に取材させてもらうだけで面白くないんで、例えばこの雑誌の表紙をこう、はい、いや無理やって無理やって。そこはもう本田圭佑ですから。強い気持ちで。じゃあもうちょっと突破しましょうか、そこ。そうですね。標高ドリブル。わかりました。ゴール決めますよ。表紙っていう名の。ゴール決めますよ。表紙っていう名の。愛車シボレーシェベルマリブ SS、 通称マリブ SS を購入して1年半、様々なパーツをカスタムし、そして今回東洋タイヤのブロクセススポーツを履いてさらにパワーアップした純一の愛車、カスタムしたマリブ SS をもっと世に広めてアメ車の魅力を知ってもらおうと、旧車を専門に扱っている雑誌にガチンコで取材を交渉、さらに雑誌の表紙を飾ってもらおうという企画です。旧車芸人純一ダビッドソンのアメ車をカスタムしましたね。これでなんとか出してもらえるように、芸歴20年で培った技術を全部使います。なんで無言なん。
ジンをしてますね。いやそうなんですよ、これもエンジンも一回下ろしてバラして掃除してもらった時に、それまでちょっとね雑音混じってたんですけどね、受けがすごい良くなりました。エンジンが旧車あるあるって何かあるんですか。旧車あるあるはやっぱりでかすぎて、自宅の駐車場に止めるのもちょっと一苦労なんですよ、だから一回こう現場行って間時間空いて戻ってくるじゃないですか、で車庫入れるじゃないですか、2回目電車で行ったりしますね。ちょっと面倒いなっていう時はありますね、出し入れがね。やっぱり何だろうな、駐車あるある、ワイパーね、風が強いんですよね今日、揺れてますね。いやおかしい、違うんですよ、ワイパー一回動かすでしょ、一回動かすとピタッと止まらずに動き続けるんですよ。今のうちこれはまだ動く、あかん、無理やった、ワイパーストップ無理やった。出発して30分、ノスタルジックヒーローを出版しているゲーム社に到着。いやー、あ、7階や、もうここや、7階、7階行きましょうか。どんな雰囲気なんですかね。ちょっとね、ほんまです。出たり広いな。すみません。先日お願いしてた企画の。あ、そうだね。なんで写真撮るんですか。さすが雑誌の出版社。常に何かあることを想定してカメラマンは常時在籍しているようです。全然違うよ。ちょっとここのね、この雑誌ノスタルジックヒーローで俺を取材してほしいんですけど、えらい人います。編集局長という名前。編集局長、はい、僕65年式のあのマリブ SS に乗ってるんですよ。あー、旧車芸人で見ました。あ、本当ですか。見たのになんでオファー来ないの。ちょっと取材をしてもらっても大丈夫です。いやいやね、それ編集長、編集長、編集長、編集長なんすか。旧車愛がすごいんで。いや、これ国産しか乗ってないですからね。国産しか乗ってない、だからたまに乗ってますけど、たまに乗ってる、ね、そのたまにのところにぜひ僕を僕とうちのマリブを、マリブを、はい、今日乗ってきてるんで。見てみましょうかそれ。とりあえず見ます、ちょっと見てみたいですね。あ、じゃあ一回下行きます。あ、ぜひぜひ。綺麗でしょ。僕もありがとうございます。編集長、エンジン見ます？あ、見てください。6号です。6号です。エンジンもね、結構綺麗ですね。わ、すっげえ綺麗。綺麗でしょ。あ、綺麗ですね。で、ツインのラジエーターにして。あ、ツインな。はい。なかなか、でしょ？なかなか綺麗ですね。マリブ SS を取材してもらうべく、旧車への愛を編集局長と編集長に語る純一。すると、この旧車愛をどれぐらいか、ちょっと確認するためにですね、はい、うちの編集長と、はい、ちょっとじゃあ旧車クイズ、アメ車旧車クイズ対決を、ほう、それに勝ったらじゃあ対決。栗沢編集長とクイズ対決をして純一が勝てば取材交渉が成立。じゃあ早速いきましょうか。これはまず、間違えないだろうなっていう、じゃあもう超サービス問題いきますね。マリム SS って言いますと SS の意味はSS はね、何かの省略なんですけど、 SS って何の意味か分かります？シルベスタスタロン。あ、面白い。マリブ SS の
SS って、はい、なんかどういう答えちゃダメですよ。ヒントあります、ヒント。なんとかスポーツとかってなんか。スーパースポーツ。あ、正解。おお、マジで。おお、すげえ。正解です。でも自分が持ってる車よりマレブ SS 分からないのはちょっと考えられないですよ。バカ。いや、いやいや。違う違う。お前が突撃取材行けって言ったやん。なんで逆側に。ね、どうしようかな。じゃあ当時アメ車ってすごいでかくて、13のシュベルはなんとかボディって言われてたんです。じゃあ何ボディって言われてたでしょう。ヒントはですね、カノー姉妹ボンボンみたいな感じだったら、さあ何ボディ F ボディ。いや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 、ちょっとナイスボディって言ってましたして、正解じゃないですね。あ、そうなんですね。どうでしょう。どうぞ。グラマラスボディ。あー、惜しい惜しい。 G じゃないんですよ。じゃあ A ボディ。あ、ビボンビボンビボン A ボディ。いやいや、そんなそっちのダジャレか。取材交渉失敗。純一残念。なんとか、なんか、なんですかね、もう、まあまあ、クイズ対決は負けましたけど、例えば、はい、例えば、日本一を極めたピン芸人なんで、はい、なんかネタを、例えば披露してみてなんて、うん、まあ、この場なのか。あ、いいですよ。じゃあ、全員の拍手が来たら、もうちょっと集めましょうよ、ここ。わかりましたよ、ちょっと待って。やりましょうか。じゃあちょっと皆さん、ということで急遽純一のネタを披露し、編集部員全員の拍手が起きれば雑誌取材を受けていただくことに。あ、じゃあ改めまして本田圭佑です。よろしくお願いします。皆さん、会社の社員さんということなんですけど、まあ、ちょっと常識がない人が最近多いんでね、今から僕は常識問題っていうのを出すんで、分かったら挙手で答えてくださいね。まあ、よくある常識問題でね、こういうのがありますね。ことわざの穴埋めってやつですね。例えばこれ、はい、これね、一寸先はほにゃらら。これ分かる人いますか。ちょっと手挙げてもらっていいですか。はい、じゃあ答えてください。一寸先は闇ですね。闇、あ、全然違いますね。一寸先はオフサイドですね。ね、皆さんちょっとこのように常識がないんでね。これね、ちょっと難しいと思うんですけど、雨降ってほにゃらなんですけど、まあヒントとしてはここ G ですね。わかる人います。雨降って、あ、はい、 G。 はい。こんなにか、そっちがボケたんですよ。そっちが普通にボケたんですよ。違いますよって言って、俺がボケて笑いが起こるっていうシステム。そして邪魔してきたらあかんのよ。ちなみに僕が言おうとしてた答えは、雨降ってジーコがこける。ほぼ正解ですね。OK？ OK にしましょう。OK？ OK？ OK？ よっしゃ。よし。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。そして場所を移して早速撮影の準備に取り掛かる取材陣。ナイス企画でしたね。結果的にね、雑誌に載れましたよ。ね、まあ、最終の関門がね、まだ残ってますね。覚えてませんです。冒頭に何なんか言いましたか。わかりました。ゴール決めますよ。表紙っていう名の。あ、俺言うてたわ。え、これ。ああ、そうか。だからこれやってもらっていいですか。タイミングわからないんで、今やっていう時にオーバーラップ行こう。僕がオーバーラップ。ああ、オーバーラップって言ったら僕行きますか。わかりました。
紙面撮影開始から15分、すると編集局長から意外な言葉が。いい写真とかいいですね、表紙っぽい。雑誌取材もいよいよ大詰め。果たして表紙の交渉は成功するのか。そこにマリブ SS があったんですよ。であれを見た瞬間にすげえ気に入ってしまって、あの車かってことによって、やっぱり一応記事が、できましたら、そしていよいよその時が。やつなんですよね、サーブの写真出てくる。順一、表紙という名のゴールを決めることができるのか。いや本当いろいろありがとうございました。ありがとうございました。もう一個お願いがあって、表紙表紙に書きますか。いや、お疲れ様でした。表紙は厳しいです。ありがとうございました。いやもう本当に今日一日ね、いやーよかったですね。終わった終わった。さあ、なんか一番最初パシャってやった時に表紙っぽいとか言ってませんでしたっけ。ありがとうございました。なるほどな、表紙だけは多分ほんまにダメなんですね。伸びしろ残しましたね。取材は終了。この模様はノスタルジックヒーロー第182巻に掲載されています。残念ながら表紙はちょっと出てきませんでした。まあでも表紙は飾れなかったけど、雑誌に載ることはできて、もうあのリアクション、表紙だけは絶対にダメなリアクションでしたから、あれ以上言ったら僕怒られるんじゃないかな。ただまだまだ伸びしろがある状態なんですよ。もっとやりたいことあるんで、旧車で。あ、お？キューバのハバナって街に、そこはアメリカのクラシックカーがすごいたくさん走ってるらしいんですけど、なんかクラシックカーのなんか乗るとか、そういう仕事とかそういう企画やってみたいなと思って。